どうもフランチェスカです。さあ今回は私がずっと前から欲しい、いつかは欲しいと思っていたピアスの理想的なデザインを見つけたので購入してしまいました。ということでピアスの購入品紹介をしていきたいと思います。早速ですが今回購入したピアスはこちらです。じゃーん、かわいいよ、めちゃくちゃかわいい。目玉の形をしたバナナバーベルでございます。めっちゃかわいくないですか。本当にこれ理想の目玉だったんですよ。ずっと前からね、結構キモかわいいものとかが好きなので目玉の形したピアスとかこういうピアスね、1個欲しいと思ってたんですけど、この片方だけの目玉ってね、こうフリーメイソンに出てくるシンボルマークってわかりますか。あのプロビデンスの目っていうのにね、似てると思いませんか。このね、プロビデンスの目っていうのがわかるかな、このマークなんですけど、これがねフリーメイソンのシンボルマークなんですよ。この目玉とこのピラミッドの形のね組み合わせって結構みんな見たことあるんじゃないかなと思うぐらい有名だと思うんですけど、このねプロビデンスの目っていうのもすごく魅力的なんですけど、それにねちょっとピラミッド足りないんですけど近しいなと思って、怪しい系だなと感じているこの目玉、理想的です。可愛いです。本当にこれ見た時ね一目惚れしました。これだなって早速つけていきたいと思いますが、しかしなんかね可愛いんですよ、最高なんですけど、ちょっと物足りないなって感じてしまいました。ボールがねもともとついてるやつがねシンプルなんですよね。ただのシルバーのボール、これはこれで可愛いし、そのシルバーのボールの下の部分のモチーフ、丸っこい反対側のところはキラキラがついてるから、まあこれはこれでおしゃれなんですけど、欲張りの私はちょっと物足りないなと感じてしまったので、今回はもう一つアイテムを購入しました。カスタム用のボールを1個購入しました。目玉のボールでございます。これこそまん丸だから本当に目玉っぽいですよね。シルバーなんですけど、まっすぐ見た時にね目玉みたいな眼球みたいになっているアイテムでございます。ということで今回はこれをカスタムしてつけていきたいと思います。では行きましょう。購入した目の形のピアス2つをカスタムしていきたいと思います。バナナバーベルって言ったらあのへそピアスにつけるっていうイメージがね結構強いかもと思うんですけど、全然耳たぶとか軟骨にも頑張ったらつけれるアイテムなので、私は今回耳たぶにつけていきたいと思います。今回購入したのがこっちの目の形をしているピアスが、バナナバーベルで、このシャフトの長さが約10ミリで18ゲージのちょっと細めのボディピアスになってます。この目の形のモチーフが縦が約20ミリで横が約 25.5 ミリ、ということで、結構大ぶりな感じのピアスになってます。で、この真ん中の部分ちょっと見えにくいんですけど、この真ん中の部分にはキラキラが入っててとっても可愛いです。この目玉だけみたいな形のピアス、こちらが直径6ミリのボールになってます。で、ゲージサイズはこれに合わせて買ったんで、これに合うサイズ、これ合わせると絶対可愛いよね、楽しみ。もともとついてるシルバーのボールを外します。ボディピアスを使い慣れてるとちょっと18ゲージは細いなと感じますけど、バナナバーベルって結構重いから負担がかかっちゃうから、できればね耳たぶにつけるなら細いバナナバーベルがいいなと私は思ってます。では一番下に空いてるピアスホールにつけていきたいと思います。裏側から差し込んで出し、カスタム用のボールをつける。できました。どうでしょう。おー、かわいい。めちゃくちゃ可愛い。全体的にシルバーで統一しようと思ったので、シルバーで合わせたので、合ってるような気がする。めちゃくちゃ可愛いですね。一気に耳の周りに眼球が2個も増えました。うわぁ、これはいい買い物をした。ということで、今回は私がずっと欲しかった目玉の形をしたピアスの購入品紹介をしてみました。理想のピアスがもうちょっとだけ足りない、あと一押しなんだけどなっていう時はね、やっぱりボディピアスの魅力はそこですよね。カスタムということができるので、好きなボールとか好きなモチーフのデザインを組み合わせることで自分の超理想のピアスが出来上がっちゃったりするので、みんなも自分の理想を追求してカスタムとかしてみてください。何かねこういうのは楽しいよとかおすすめだよっていうカスタムとかボディピアスとかピアスのネタがあったらぜひ教えていただきたいので、コメント欄に書き込んでください。よろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。